ここだけの話、あいつ結婚願望ないのよ。え？そう、私もそれが理由で別れたの。春田さんと俺結婚してっから。春田さんちょっといい？新川さん、あのね、営業部に春田さんのこといいなって言ってる子がいるんだけど、紹介しようか。突然ごめんね、春田さんが三浦のこと好きなの聞いたんだけど、ここだけの話、あいつ結婚願望ないのよ。え？そうなんですか？初耳なんですけど。そう、私もそれが理由で別れたの。私が言うのもなんだけど、春田さんはちゃんと将来のこと考えてる人の方がいいと思うんだ。ありがとうございます。でも三浦より春田さんに会う人が絶対いるから。やっぱり三浦さんには私より会う人が。春田さんに会う人ここにいるけど。三浦さん？だから新川さん、もう男紹介しなくていいから。何言ってんの？あんた結婚願望もないくせに春田さんにちょっかいかけないでよ。春田さんと俺結婚してっから。